京都伏見介護殺人事件。もう生きられへん。ここで終わりや。母親はこう答えました。そうか、もうわかんのか。すまん。一緒に行こう。わしの子や。わしがやったる。高齢化社会と言われる日本。中でも認知症による介護問題が深刻になっています。家庭で家族が介護することはとても大変なことで、養護者による高齢者虐待が増加しているのは深刻な問題です。今回は壮絶な介護の末に認知症患者の86歳の母親を殺害してしまった。京都伏見介護殺人事件を解説していこうと思います。この事件は、地裁が泣いた介護殺人とも言われており、個人的にも絶対に忘れてはいけない事件だと思っています。2006年平成18年2月1日京都市伏見区桂川の河川敷で、当時54歳の片桐康晴さんが介護疲れと生活苦から親子心中を図り、認知症患者の86歳の母親を殺害。母親を殺害後、片桐さんも自らの命を絶とうとしますが未遂に終わります。片桐さんは京都市の河原町で生まれます。父母との3人暮らしでした。父親は有名な京友禅の糊置き職人でした。1950年から60年代は高級呉服がよく売れ、一家は裕福な暮らしを送っています。職人片桐の父親は口より先に手が出る、子供のしつけに厳しい人物でした。貧乏であっても、人から後ろ指を刺されることはしてはいけない。他人に迷惑をかける生き方をしてはいけない。という父親の言葉を、後継ぎの片桐さんは愚直に守って生きていました。高校卒業後は父親の弟子となり、家業を手伝っていましたが、呉服の需要が徐々に減っていき、1980年代後半には片桐家は廃業に追い込まれてしまいます。警備員や製造工をして何とか生活していた片桐さん。しかし父親が1995年に亡くなってから母親の様子が次第におかしくなっていきます。一人で買い物ができなくなってしまったり、狐が出ると騒いだり。医師の診察を受け、診断結果は認知症でした。母親の認知症の症状は徐々に進んでしまいます。発症から10年後には週の3日から4日は、夜間に寝つかなくなり徘徊して警察に保護されるようになってしまいます。片桐さんは懸命に母親の介護をしていました。昼は派遣社員として工場で働き、夜は母親の介護をする毎日が続きます。片桐さんも慢性の寝不足状態でしたが、朝から仕事に出かけ、家に戻ってからは家事一切と母親の介護を真夜中まで続けていました。仕事中には母親が勝手に外に出て徘徊しては警察に保護される日々。どうにか仕事を続けつつ、介護サービスのデイケアを利用していた片桐さんでしたが、2005年7月に休職、9月に長年勤めていた職場を退職してしまいます。休職後、福祉事務所を訪れて、職場に復帰するまで生活保護を受給できないかと相談しますが、職員から働けるのだから頑張ってほしいと諭され断念。母親担当のケアマネージャーに相談したりもしますが、状況は変わりませんでした。介護と両立できる仕事を探すも見つからず、復職のめども立たない。この頃には母親には1日2回の食事を与えていたのですが、片桐さん自身は2日に1回程度しか食事をとっていなかったようなのです。この当時の心境を法廷で、私が食事の支度をしていると、母は赤ちゃんのようにハイハイしながら寄ってくる。私が抱いてあげると母は笑う。母のことが大好きでした。と述べています。3ヶ月間は失業保険をもらって生活していましたが、その間も在宅介護がしたいので、生活保護を受けられないかと福祉事務所に相談に出向いています。しかし今度は失業保険の受給を理由に、断られてしまうのです。12月には失業給付が終わり、母親のデイサービスも打ち切り、カードローンを使って当面の生活費を工面しています。もう死ぬしかないと絶望し始める片桐さん。でも母親は行きたいと言います。その言葉に踏ん張って片桐さんは新年を迎えます。
カードローンの限度額を使い切っており、2006年1月下旬には手持ち金は7000円しかなかったといいます。これでは2月分の家賃も払えない。入居期限の1月31日、片桐さんはついにある決心をするのです。2006年1月の真冬、片桐さん、もうお金ないんやで、生きられるのもこの1月までや、そうか、あかんか、行きたいか、行きたいなあ、二人で行きたい、お前と一緒。家賃の支払い期日である1月31日、部屋をきれいに掃除し、もうこの家には住むことができない、出て行って死ぬしかないと、親類宛に遺書を書いて6畳間のテーブルに置きます。包丁やロープをリュックサックに入れ、部屋の電気のブレーカーを落とし家を出るのです。手元の残り少ないわずかなお金を握りしめて、コンビニでいつもの好きだったパンとジュースを購入。母親との最後の食事を済ませた後、最後の親孝行にと、その日の夜から車椅子の母親を連れて京都市内を観光しています。2月1日早朝、家に帰りたかった母親に、もう生きられへんのやで、ここで終わりやで、と言うと、母親は、そうか、あかんか、一緒やで、すまんな、すまんな、と謝る片桐さんに、母親は、こっち来い、わしの子や、わしがやったる、と言ったそうです。この言葉を聞いて殺害を決意した片桐さん、母親の首を絞めて殺害します。自らも包丁で首を切って、さらに近くの木で首を吊ろうとしますが、巻きつけたロープがほどけてしまったところで意識を失ったため未遂に終わっています。それから約2時間後の午前8時ごろ、通行人が2人を発見し、片桐さんだけが命を取り留めたのです。2月2日、片桐さんは殺人の容疑で逮捕。介護に疲れ、母親を殺して自分も死のうと思ったが死にきれなかった、と供述しています。4月19日に初公判が京都地方裁判所であり、片桐さんは控訴事実を認め、検察側は片桐さんが追い詰められていく過程を供述し、殺害時の2人のやり取りや、母の命を奪ったがもう一度母の子に生まれたいという供述を紹介しました。6月21日の公判では、被告人質問で心中を図るまでの経緯を涙を浮かべながら語り、母の後を追って死のうとしたができなかった、今は母のためにも86歳を超えるまで生きたい、と述べています。7月5日の論告求刑公判において、検察側は同情の余地はあるが尊い命を奪うことは許されないとして懲役3年を求刑。弁護側は、法的に批判できても道義的に批判できない、やむにやまれぬ究極の選択だったとして執行猶予付きの判決を求めます。片桐さんは最終陳述で、私の手は母を殺めるための手であったのか、惨めで悲しすぎる、生きるのは本当につらいが、今は母の年までは生きて冥福を祈り続けたい、などと述べています。7月21日京都地方裁判所での判決公判において、裁判官は、母親の同意を得たとはいえ尊い命を奪った刑事責任は軽視できない、とした上で、それまでの経緯や献身的に介護をしていたことなどを酌量し、母親は恨みなどを抱かず、厳罰も望んでいないと推察される、自力で更生し母親の冥福を祈らせることが相当、と述べ、片桐さんに懲役2年6ヶ月、執行猶予3年を言い渡しました。裁判では検察官が、長男が献身的な介護を続けながら金銭的に追い詰められていった過程を述べ、殺害時の2人のやり取りや、母の命を奪ったがもう一度母の子に生まれたいという供述も紹介すると、目を赤くした裁判官が言葉を詰まらせ、刑務官も涙をこらえるようにまばたきするなど、法廷は静まり返ったといいます。また判決を言い渡した後、裁判官は、自分を殺めることはしないようにして、お母さんのためにも幸せに生きてください、と諭し、裁かれているのは日本の介護制度や行政であり、とりわけ生活保護の相談窓口の対応が問われていると言っても過言ではない、と指摘しています。
その言葉を受け片桐さんは、ありがとうございます。と答え、涙を拭ったそうです。片桐さんは裁判の後、滋賀県に転居し一人暮らしを始めます。木材加工会社で働いていましたが、2013年平成25年に会社をクビになったと親族に伝えたきり音信不通となり、親族が警察に行方不明者届を出しますが、2014年平成26年8月1日に遺体で見つかっています。死因は自殺でした。琵琶湖大橋から身を投げたそうです。遺体発見時の所持金はわずか数百円。一緒に焼いてほしいというメモを添えた母親と自分のへその緒が身につけていた小さなポーチから見つかっています。地方ニュースにとどまらず、地裁が泣いた悲しい事件として日本中に知られることになった京都伏見介護殺人事件。母のことが大好きでした。もし生まれ変われるのであれば、もう一度母の子として生まれたい。この片桐さんの言葉が全てを物語っているような気がします。介護区による悲しい殺人事件が繰り返されないように。最後までご視聴ありがとうございました。